どうも、高橋メアリージュンです。この度、なんと私、YouTube デビューしちゃいました。みんな CM は見るし、ドラマが出てるし、めっちゃ忙しいじゃないですか。いや、まあ、皆さんやってますけども、はい、いや、ありがたいことに、はい、このタイミングでずっとやってみたかったので。チャンネル名は何？チャンネル名は高橋メアリージュンの正義の味方。早速ゲスト呼ばれてるということで。そうなんです。はい、素晴らしいゲストお越しいただいてます。園山真希恵さん、どうぞ。のそめちゃくちゃ待ってましたよ。のそリハーサルとかしないでって。軽いね、軽いジャンプ。大丈夫ですか？ここに置きますか？これどこへ行かな？なんで炊飯器持ってるんですか？今日後で使うから中にご飯入ってる。ご飯が重いずっしり。ここに置いてやる？あっちに。どこでもいいですよ。ちょっとこんなキッチンキッチンだと思ったから。あとこれ出雲から。出雲からいらしてくださって。はい、正義の味方。今日ちょっと時間がないかもなので、はい、ちょっと一緒に茎を、はい、むしりながらでいいですか？そうですね。ちょっと待って。でこれは、はい、いつまで私のチャンネルということになってるんでしょうか？今これ私の YouTube に真希恵さんが遊びに来てるっていう台本通りやらせていただいてますが。ありがとうございます。じゃあ今日このまま行きましょうか。なんでやねんです。とりあえず今日のゲストを紹介してください。あれ、さっき自分で自己紹介してたんじゃない？どうも、高橋メアリージュンです。もうこれで大丈夫だと思います。ということで、はい、はい、よろしくお願いいたします。これをね、はい、こうやって。何でやるんですか？こうやってここからこういう風にちぎるだけですか？そうそう、ちぎってくれれば。もう今やる、やりますか？そう、今やってた方がいい。後で時間かかるから。今日は何やるんだろう、はい。なのでちょっと今日、はい、というか何でしょうか。メアリーと一緒って。お仕事初めてですよね？え、初めてだよね。ですよね。出会いがプライベートだったので。15年前です。結構付き合い長いんです。15年って長いですか？長いですか？15年、16年目ですね。16年目。私17歳で今年33歳になるので、ね、信じられない。なんか変わんない。いやいや、メアリーも言葉遣いとか変わらない。変わるんですか、言葉遣い？いや、というかずっとこんなんなんですよ、17歳から。普通17歳ってもうちょっとキャピキャピしてないですか？ね、ずっとこのまま。そう、キャピキャピしてないって言われますよく。いや、このままだと思います。これも一緒に。実はちょっと重大発表が。え、ここで？今思い出した。なんだろう。あの、お店を今日解約。すごい重大発表です。残念。いや、というかもう更新で契約満了になって、はい、実は更新しちゃったけど解約今日しちゃう。そうなんですか。はい、新たに何かを始めるってことですか？ひらめいたら。でも恵比寿園山っていう名前はやめずに、はい、今の物件を解約します。あ、うん、でも、はい、まあ、一回リセットして、はい、でちょっと決めました。日本一周します。日本一周します。全部ちょっと想像上回ってきて。はい、日本一周するんですか？はい、どういうことですか？こういろんな縁をつないでいこうかなと。日本のいいものなので滋賀にも行くので、その時来てください。滋賀に行きたいです。あ、大丈夫ですかね、マネージャーさん。スケジュールで、スケジュールによって。メアリーは芸人でもないんだよね。そんなスキル持ってないです。肩書きは何になる？もともとモデルなんですけど、うん、今女優ですね。すごい、女優だって。もう肩書き何でもいいです。すごい、17歳の時にメアリーから。あ、でも女優になりたいって言ってたか？言ってないです。あ、言ってないか。その時になれると思ってなかったので。え、何できたの？モデルです。あ、でも歌も歌ってた。歌のレッスンしてました。ダンス。あ、そうだ、すごい懐かしい。私本当なんか
あのおせっかいなんですけど、母親になった気分だったんですよ。もういつも私の食べ歩きの取材とかついてきてくれたり。それは助かりました。私その時アンパン1個しか食べれなかったのでお金的に金銭的にえアンパン1個1日だからすっごく助かりました。美味しいもの食べさせていただいて。とんでもないです。 でその時に、まあ、K さんが言った言葉で印象深い言葉があって、はいはい、でメアリー、舌って肥えてた方がいいんだよって。なんでか分かる？いや分からないです。自分が美味しいの作れるようになるからって言ってたんですよ、27歳のマキエさんが。だからメアリーは美味しいものが作れると思います、うん、まあ、あとは愛情ですね。愛ですね。全ては愛だと思います。今回のテーマなんですけど、愛がテーマ、はい、愛と正義は地球を救うにしました。そうです、正義の味方ですもんね。そうなんですよ。メアリーって正義の味方っぽい嬉しい。正義の味方嬉しいです。こんなのいる。嬉しい。なんか正義の味方っぽくないですか？嬉しい。やる、私の代わりに。たまに私だって日本一周しなきゃいけないから。日本一周しながらこのチャンネルできるんですか？やるってことですよね。日本一周の様子をこのチャンネルで見れるっていうことですか？誰が撮るんだろう。なんかアシスタントさん自分で。え、でも今日こんなにカメラがいっぱいあって立派ですね。すごい立派。さすがメアリー。いやいや、マキエさんのチャンネルですよ自分じゃこんなの用意できないです。すごい。メアリーってツッコミ？どっちもやりますけど、マキエさんが相手だと、はい、多分全員がツッコミになると思います。全員じゃない。私ツッコミだよ。ですか？ツッコミですよね。ツッコまってる、ツッコまってるとこばっか見てます。最近、いやなんかどうしたんですか？涙もろくなってきて、35年間ほとんど泣かなかった。幼少期以来、4歳まですごい泣き虫で、それから泣けなくなって、もちろん自分の部屋でこっそり泣くことあっても、こんな公衆の面前で泣かない、もう泣くなんて絶対ありえないと思ってたけど、何なんだろう、泣かない。感動する。あ、感動したら泣きます。そう、感動する映画とかめちゃくちゃ泣きます。あ、泣きますか？感動する映画には泣きます。あ、じゃあよかった。いや、もうここから炊飯器持ってきた瞬間、この辺までなんかこう込み上げてきたけど、一回グッと下ろそうと思って、今はもうあのちゃんと涙はこの辺にいます。まだ私とにかくあの日本語が下手なんですけど、まあ、英語も中国語も下手ですけど、私は I'd like to overcome、overcome することが that I want to express my gratitude and love to my parents and to my close friends、うん、そうなので、男性にはできるんですね。うん、男性女性問わず、なんか大切な人になればなるほどうまく伝えられないんですよ。あ、そうですね。なんか言葉を超える時ありますよね。そう。でもメアリーはちゃんとご両親とか兄弟にちゃんと愛情を持って伝えられてるからすごいなと思って。いや、照れくさくてちょっとできてないんです。いや、母が今泊まりに来てるんですけど。え、どこ？うちに。あ、うちか。泊まりに来てて、で、まあ、すごい、あ、お母さん素敵だなってすごい思うんですよ。で、寝る時におやすみって言って、うん、本当はなんかラブユーって言いたいんですけど、なんか産んでくれてありがとうとか毎回言いたくなるんですけど、恥ずかしくて、こうドア閉めてラブユーって恥ずかしい。だからもっとこれを直接言えるようになりたいなって、まだちょっと修行中です。こんなの普通言えないですよね。でも聞こえたらいいなみたいな。お母さん、実は私が今お母さんだったということで、もう受け止めました。すごい、親孝行者。いやいや、ちゃんと直接伝えます。いや、もうだって泊まりに来てくれていること自体が親孝行者だから。だってちゃんとお休みも言える。お休み言います。ありがとうも言えて、ね、なんか伝えないのは思ってないと一緒って言ったりするじゃないですか、相手にしたら。伝わんないと。そうなんですが、
でもメアリーは伝えてると思うな、お母さんに。マキエさんは伝えてますか？全然。ありがとうも、これはあの覚えの送ってくれてありがとうはショートメールで送るけど、はい、直接会ってがなかなか、なのでそこがすごく申し訳ないので、どうしたらいいですかね。伝えましょうか。ちょっとメアリー照れくさいですが、いやでもメアリーにもちゃんとありがとうって言えてないから本当に、うん、いやこちらこそありがとうございます。ありがとうございます。つつかものですが、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ふつつかものって言いづらいですね。老若男女とふつつかものって言えないから、もしメアリーのご用紙にふつつかものですがっていう時に噛んだらどうしようって、あのうちの母は気づかないと思います。あ、そうですか。お父さんも父も大丈夫です。二人とも気づかないです。二度と食べたくない、思い出したくないシチュエーション。シチュエーション食べ物があって、シチュエーションも言いづらい。シチュエーション、二度と思い出したくない、なんかデートで大失敗したとか、なんでしょう。でもやっぱ喧嘩中に食べるご飯って、あ、だご飯食べながら喧嘩すると逆に味覚えてないですよね。喧嘩中に一緒にご飯を食べるとか、ご飯中に喧嘩とかありません？経験ありませんか？あの10歳の頃に習います。あ、それ泣きそうになるからいいや。え、デートとかでないんですか？デート中に。私怒らない。向こうが怒ってるもないんですか？え、食べながら、食べながらなんかそういう雰囲気になっちゃったとか、もうお店行って注文して、まだご飯来る前にも喧嘩、なんか、あ、ちょっと例えばどういう、どういうのがあるんですかね。で、美味しいのになんかこう喧嘩しちゃうから、うん、美味しいってこうちょっと言えないみたいな、美味しいってなるみたいな、気をそんな気でも美味しいは言う、言います。なんか失礼だからご飯に。あー、素晴らしい、うん、でもそれで向こうはしかと、うん、あ、確かに人によります。あ、結構そんなに喧嘩するしたし、え、で飛び蹴りとかしちゃうの？飛び蹴りは1回ですね。当たんなかったです。それはさすがに食事中ではない。じゃないんで、食事中ちょっとちゃんと座ってます。でも私もし彼氏にするなら、はい、メアリーと私みたいな人がいい。どういうことですか？どういう関係性ですか？あ、じゃなくて男の人が、はい、私たちみたいな男の人がいいです。よく考えたら、なんかこういう、マキエさん男前ですもんね。そうなんですよ。いつもご飯もご馳走してくれますし、なんか女の子には払え、なんか払わせられませんって言って、あなたも女性ですよって何回も突っ込んでます。そうなんですけどね、まあ、それでただ失敗したことはありますが、でもな、あのメアリーも男気があるとですか、はい、だって守ってくれそうだもん。守ります、守ります。私たち守るよね、きっと。あ、守ります。はい、マキエさんって一回あの、なんでしょう、こう かわいいなとか、なんか、あ、この子大切にしようってこう思ってくれたら、もうずっと大切にしてくれるんですよ。そうなんですけど、ずっと興味ない人全くなんですよ。そうなんです、正義の味方なんです。やっぱりその人の人間性に惹かれるので、もっとちゃんと役に立ちたいです。いや、もう十分。困った時とか、私相当助ける自信がある。そうですよ、本当に。行きますよ。なんか助けてもらいたいこととかあります？そうですね、でもやっぱり結婚願望は少しはあるので、あれですね、そのいい結婚生活を送るためにやっぱそういう花嫁修行、うん、したいなって、したいというか、まあね、マキエさんのやっぱ料理の美味しさはすごく知ってるの で美味しいだけじゃなくて、あったかみもある料理なので、そういう料理作れたらいいなと思うので、マキエさんに教えていただきたいなって思います。ありがとうございます。でもメアリー大丈夫だと思うのが、
いつも結構ぶっちゃけてここの料理あんまり美味しくないですよねとかこれ美味しいですよねっていうのが本当にそう思うんですよ。マキエさん料理は絶対言わないですけど、いや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 、それは一応ちょっと置いといて、はい、で私もそう思うんですね。すっごい高いのに美味しくないとか、そう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 、でも普通の女の子は多分、うん、うわー美味しいって言うけど、フェアリーはいやこれ別に美味しくないじゃない、甘いですよね淡々と言ってきて、私もそう思う、ね、せっかく予約していただいてるのに、いやいやいや大丈夫ですよでも本当にそう思うので、うん、舌が肥えてるのと、マキエさんのおかげです、多分絶対味覚っていうのがあるからセンスがあるんだと思う。ありがとうございます。しかもこれ綺麗にできてる、これだってポチッと取るだけですよ。いやこれだけでももう花嫁修行が落ちちゃったけど、もうバッチリだと思う。だってお家で旦那さんにさつまいものつる作るよなんて言ったらもう何ってなりますね。イチコロだと思う。あら、イチコロ旦那さんはそこからさらにイチコロ、そう思います、はい、こんな地味な作業をしてくれたから、え、楽しかったですよ。こういう本当ですか。でもちょっと雑音が入っちゃったからね。ポキポキ、お忙しいじゃないですか。外食が多いんですか。外食も多いですけど、でも家にいるときは作ります、簡単なものを。一人なので洗い物をなるべく少なくしたいんですよ。なので私は丼ぶり丼にするんですね。まとめてこう小鉢でチョン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 とかだと洗い物増えるしじゃあもうまとめて食べちゃえと思って、あれです、私はそれは美肌丼っていうか独身飯っていうかどっちかで迷ってるんですけど、美肌独身飯にしましょう、はい、でも主婦も使っ、あの主婦の方も作ってください、ね、ちょっと女の子っぽくライスにしましょう。独身ライス、なんか切ない。えそう、このカナン丼に酵素玄米を入れまして、はい、そこにアボカ大好きなアボカドを入れまして、でちょっと熱したトマトを入れまして、ちょっとでいいあ、そんなぐじょぐじょになってほしくなくて、うんうんうん、なるほどね、うん、はい、わかりました。で、うん、あ、そうだ、あ、すみません、このアボカドの前に、うん、まず自分で海苔の佃煮を作るんですけど、今それ言おうとした、本当嘘じゃなく、なんでだろう、うん、じゃあこれ、え、今言いますか、それ今言いますか、言いますか、どれを今何を言おうとしたんですか、うん、海苔の佃煮でしょって。あ、そうです、そうです。なんでだろう、私話したことあります、確かにで、その海苔の佃煮を敷きます。でその上にアボカドとかトマトとか、なんかまあお好みで納豆とかお好みでキムチとか適当に入れて、で温玉を乗せて、美味しそう、まあごまがあったら白ごまとかあったらかけて、であとかき混ぜて食べるっていう。でもこれテレビで言ったんですけど結構真似されてる方がいて、確かに好評です、すごい美味しいって、やめられなんか止まんない、間違いなく美味しい。そっか、お肉はそんなお家で食べない。あ、でも最近ちょっとずつグラスフェッドビーフ、あ、グラスフェッドビーフちょっと焼くようになりましたけど、うんうん、なんかお肉焼いてるイメージと丼作ってガーって食べてるイメージがすごい。そうなんです、はい、そういう。でもお寿司も好きそう。大好きです。あ、やっぱり。え、私光り物が好きです。あ、一緒。アジとか小肌とか、ね、サバ、イワシ、ね、あのとにかくメアリーが料理上手になるように、今よりもさらに、で一緒に人間力も上がって、でご両親も家族もみんなすごい、どうしたのメアちゃんっていう風になって、私より先に花嫁になってくれてる姿が今、あ、じゃあ聞いてきました、はい、いやでも素晴らしい女性だと思うので、なんだろう、このまま人生をメアリーらしく常に勝負と挑戦で生きてほしいです。勝負と挑戦で、はい、愛を持って、愛を持ってですね。でもこんな愛がある女性って、あ、なんかまた来た、思い出してきた思い出してきた、ね、この感じだって17歳の時が思い出した笑いできた笑い泣きになってきました。だって大変だったんですよ、いろいろきっと。で、そうですかね、でも負けさんほどじゃないですが、私も大変だったからおかしくなってきた
すいません、こういうことです。42歳になるとこうなります。はい、あ、はい、そうです、お腹空いてきちゃいました。え、食べてない、何も。ちょっとだけ朝食べましたが、なんか食べたいです。そうですね、野菜とお肉とかもう一緒に。私が、はい、その今日解約を決めたお店を、はい、契約した日にこちらのお野菜を使おうって決めて、でしばらくこちらの松野さんのお野菜を使ってたんですね。そうなんですか。そうなんですよ、はい、だからすごくお世話になってて、はい、でも初めてなので、正直私この25歳ぐらいから料理の仕事始めて、初めて事前に何を作るかとか決めてない、今日人生仕事として、はい、だってもう冷蔵庫にあるものでって言われたのでまだ見てないから。え、でもこれは使うんですもんね。これも今日実家から届いたから、はい、とりあえず持ってこうと思って、持ってきて、じゃあ冷蔵庫の中見て、あと酵素玄米、さっき炊飯器持ってきたから、とりあえずはご飯とこれはある、ある、あとは分からない、冷蔵庫の中次第、はい、面白いですね、どうなるか。でもそういうのって、はい、だって人生明日何があるか分かんないじゃない。分からないです、ね、今日も。ってことは料理も同じですよね、はい、楽しみですね。でも、はい、いつもその山で使ってたお野菜ってことですもんね。そうなんですよ、いつもすごく美味しかったんで今日も楽しみです。お野菜も、お、お、すが、レッツクッキング グッドなんですか、グッド、あ、グッド。